はい、どうも小林隆史です。今日はですね、自然に触れると謙虚になるっていうね、ぼーっとすると頭がリセットされるよねって、そういう話ですけれども、いやー、まあなんかこう、どんどん事態がね、深刻化して、なかなかこう出かけるのが難しくなっている部分もあるので、とはいえ人の密集しているところに行かなければいいという意味で言うとね、自然の中に行くのはまあ全然いいんですけど、さて、もうちょっとしばらく前に、この騒ぎになる、ちょっと前になるのかもしれませんが、今ほど深刻じゃない状態の時に、逗子にね、お知り合いのお家にお邪魔するんで、逗子に行ってきたんですけど、その時に久しぶりになんか海を眺めたり、海に沈む夕日を眺めたり、した経験がね、ああ、やっぱあれ良かったなって思いながら、こう考えてみたんですけど、やっぱり自然の中に行って、なんかこう、まあ、大自然みたいなところにこう包まれてると、なんせ自然にこう言葉を失うみたいなところがあるじゃないですか。今喋んなくていいなって思ってる時間みたいなものができると。僕はなんで言葉を失うのかと考えてみるんですけど、それってやっぱりその今感じてることとか、その風景とか情景とかをね、言葉で何か表現することになんか意味が見出せないというか、別にこれ意味、今それを喋んなくていいな、感じてるだけでいいなって思うからだと思うんですよね。そうやって自然を前にしてぼーっとして、なんていうのかな、表現することから一旦離れるみたいなことって、今この情報化社会、俺みたいにこうして何かをアウトプットしようみたいにしている毎日の中で、やっぱポカーンとそういう時間があることで大事だなってね、改めて思いましたね。だってこうやって、なんか、まあ必死になってでもないんですよ、僕の場合は。必死でもないけど、毎日なんか動画に向かって喋ってるわけじゃないですか、こうやって。で、そうやってアウトプットして、インプットして、それを繰り返すんだっていうことを僕は意識的にやってる方だけど、だけど、たまにこうして、ふぬけみたいな顔をしてですね、空を眺めたり、太陽を眺めたり、動物を眺めたり、まあそういう自然に触れてですね、ぼーっとすることってすごく意味があるんじゃないかなと思いました。要するに、さっき言ったみたいに、言葉にできない、表現を超えているとか、そういう感覚とか経験をするっていうことって、まあ、月並みな言い方ですけども、人間とか自分が謙虚になるというか、あ、ちっぽけだなと思える、まあ、時間だったりするわけじゃないですか。そういうのってチャンスですよね、ある意味ね。あ、謙虚になって、こう自分が普段気にしたり、思い悩んだりしてることって、もうこうしてこうさ、何万年、何百万年もこう寄せては返す波みたいなものから見るとね、ほんとどうでもいいことばっかりだよっていう気持ちにやっぱなるじゃないですか。ちっぽけだなーっていうふうにね。で、こう思わずぼーっとしちゃうと。だからね、今ほらスピードの速い世の中生きてますから、なんかぼーっとしてるってことにが許されないんじゃないかと思っちゃう、自分がね、勝手に思っちゃう時があると思うんで、そういう時は本当に、あ、ちょうどいいから自然の中にいてぼーっとしようっていうこともね、見直してみるのいいと思いますね。あ、しかも、脳科学のお話で言うと、最近よく注目されているのは、デフォルトモードネットワークっていう話なんですよ。これは何かっていうと、一生懸命考えてる時とか、問題解いてる時とかに脳みそってすごい使ってると思うじゃないですか。だけど、意外とその、何にもしないでぼーっとしてる時にも、実はその脳みそっていうのは、すげえ働いているんだっていう、そういう話なんですね。それはデフォルトモードネットワークが活性化しているっていうんだけど、で、その時のエネルギーの使い方はかなり激しいんだそうです。だから脳みそって実は、あ、インプットしなきゃ、アウトプットしなきゃ、うわーってやってる時よりも、ぼーっとしてる時にぐわーって働いてくれているんだということなんですよね。で、その機能がかなり見直されていっているようです、今ね。なんで、なんかこう、大事な、その、ぼーっとする大事な時間の中で、脳みそは勝手に頭をすごく整理してくれてて、あ、ガーッと動いてね。動いてもう整理して、すっきりさせてくれてるんですよね。で、そういうことを、まあなんだろうな、そういうファイルをゴミ箱に突っ込んで、そのゴミ箱を空にするポンみたいな、
時間を作るってことも、インプットアウトプットと同様にね、やっぱり大事な時間なんじゃないかと思いますんで、まあ今は全然ぼーっとする時間増えたよって人ももしかしたら多いかもしれませんけども、自然に触れてぼーっとするっていうのはなかなかいいもんなんで、やってみてはいかがでしょうかというようなことです。まあ今この動画が出てる時が、外出制限とかどうなってんのかとかはわからないので何とも言えませんが、自然の中に一人でいるとかね、そういう時間を持てるなら素晴らしいことだと思いますんで、やってみたということでした。それではまたバイバイ。はい、というわけで皆さん、チャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。小林隆史でした。